まずは間の編集の方法ですね。まずは編集ソフト、これでこのレンジを一番拡大します。それこういう部分ですね。こういう部分が間です。それまず間の部分を再生します。明るくします。部屋確実にここは間ですね。間の部分をこう選択して削除します。それこの作業を地道に続けていきます。部屋も暗いと非常に感じでカットしていきます。今日はビデオ撮影のティップス、それ紹介してみたいと思います。紹介って偉そうなこと言ってますけど、この自分のプロ能力、それを向上するためと、あとは記録としての映像ですね、それとして残しておきます。まず魅力ある動画、それを残す方法を説明します。動画入力が腐ってたら問題ですね。ですので、まあ私自身、この入力私自身です。私自身が腐ってないかどうか、それを確認しないといけないんです。で、まあ自分を撮影するのであれば、こう今照明やってるんですけど、明るくします。部屋も暗いと陰気なイメージを与えますので、部屋も明るくします。もちろん繰り返しになりますけど、自分自身もにっこりして、カメラここにありますけど、カメラ見てください。モニター映像こっちにあるんですけど、こっち見るとこんな感じで、なんか目線が変です。ですので、できるだけカメラを見て、それカンニングペーパーはこのカメラの下ですね。カンニングペーパーここら辺になります。カンニングペーパーここ、モニターここってありますけど、カンニングペーパーをできるだけ目線を少しずらすだけで見えるような感じにします。自分自身明るくないといけないって言ったんですけど、テンションはまあ維持してください。まあこれは努力っていうか、自分自身の力でやるしかないですけど、まあテンション下がったりとか、自分自信がなくなると声の質が下がります。それ自分自信を持てば、絶対に声のテンション、あの声のトーンは下がらないですので、これはガンガン前に行く感じ、それを目指してください。ガンガン前に行けば声もつまらないですし、テンションも下がらないです。先ほどと重複するんですけど、この照明は明るめ、部屋も明るめにしてください。まあ全部暗いとすごい陰気な印象になってしまいます。あと、あの自分の声は先ほども言いましたけど、もうどんどん上げてください。それ今、あの私ここマイクがありますけど、マイクとの距離短くしてます。で、私みたいに低音でこもるような声ですと、このある程度機材によるカバー、そういうものが必要です。それマイクを近くに置けば、こもる低音っていうのも多少改善されますので、まあ、あの機材に頼るっていうのも悪いですけど、頼れる機材には頼った方がいいんじゃないかなと思います。で、特に高いもの、高価なものでないですので、このマイク1万円ぐらいですね。1万円ぐらいのものですので、それで自分の魅力がアップするということでしたら、これはいい投資じゃないかと思います。それこれで今私喋ってみたんですけど、今トータル時間2分53秒ですね。それ2分53秒なんですけど、私あのうまく、あの喋るの苦手で、非常にあのフィラーあーとかえーとかっていう言葉とか、あと間があります。その間を後で編集でザクザク削除することによって、この動画の質が上がります。それ見てる側も飽きないですので、いいと思います。当然このフィラーとか間っていうのは、この喋るテクニックを向上させれば消えてきます。あのプロのアナウンサーとかって、後で編集とかしてなくて、それ普通に喋ってるんですけど、フィラーとか、あとこの間ですね、間はないです。あれはあのトレーニングの賜物ですね。私とか、あの素人も最初は編集後処理でこのフィラーとか間を削ってくるんですけど、これ自分自身のフィラーとか間を削ってく、それを自分自身で編集すると、これ学習になりますね。自己学習になって、どんどんフィラーとか消えてきます。まあ、あの編集することを悪と思わずに、編集することは自分を振り返るということで、どんどんフィラーとか、まあそれを消してみてください。まあ、あの私、あの昔から顔出し1年ぐらい前からやってるんですけど、最初はもう聞いてて自分自身イライラしするような感じのコンテンツでした。なんかやたら間が長いですし、言ってることまとまってなかったです。ただ最近は、まあ当時と比べるとマシになってると思います。まあ私みたいにあんま喋れない人でも、こういうコンテンツ作ることはできますので、全ての人が自信持てるんじゃないかと思います。まあ、あのこれでビデオログ終わりますけど、この後で編集したもの、それもつけてみたいと思います。以上です。